ということで、続いての演奏に参りたいと思います。続いて演奏する曲なんですけれども、ジャパニーズグラフィティアニメヒーロー大集合です。今や日本のポピュラー音楽の重要なジャンルとなったアニメソング、通称アニソン。本日は世代を超えて親しまれるヒーロー作品のオープニング曲をメドレーで演奏したいと思います。そしてこの曲に合わせてカラーガード隊員が防犯にちなんだ演技を披露します。曲中で彼女たちが防犯に役立つ情報につながる大きな二次元コードを掲げるシーンがありますので、皆さんぜひスマートフォンの準備をしていただきまして、その二次元コードを読み込んでいただけたらなと思います。それでは準備大丈夫そうでしょうか。二次元コードぜひ皆さん読み込んでくださいね。では参りましょう。ジャパニーズグラフィティアニメヒーロー大集合です。どうぞ。
私アニキヒーロー大集合をお送りしました。演奏はもちろんなんですけど、カラーガード大佐がものすごく忙しかったんですけど、すごく素晴らしい演技届けてくださいました。大きな拍手をしてください。ありがとうございます。さあ、ということで曲中に出てきました二次元コードは皆さん読み取りできましたでしょうか。もしね、読み取れてないよっていう方いましたら、まだ間に合いますので、ぜひスマホで二次元コード読み込んでいただけたらなと思います。実はこの二次元コードなんですけど、広島県警察で運用している県民の皆様の暮らしの安全安心を守るスマホアプリ音のポリスのダウンロード画面に移ることができます。ダウンロードしていただくとね、こういったアプリが出てきます。このアプリは警察で把握した犯罪や不審者、交通事故の情報をマップでお知らせしています。実は皆さんの周りではいろんな事件事故が発生しているんです。きっとマップを見ると、あ、こんなに起こってるんだとびっくりされるはずです。また痴漢や不審者に遭遇した際に役立つ機能もあります。少しだけ機能をご紹介させていただきます。まず痴漢撃退機能、この画面をタップすると、痴漢です、痴漢です、このように音声が流れて周りに知らせることができます。次に防犯ブザー機能、こちらのブザーをタップすると、このようにブザー音が鳴ります。さらにこれらの機能は画面をタップしたら音声を鳴らすと同時に、ご家族などに現在地を送信してピンチを知らせることができます。その他にもお子さんが習い事から帰るときなどに簡単な操作で現在地やメッセージを送れる現在地送信機能など多彩な機能が備わっています。現在地を送信するとマップ上にキャラクターで位置を表示するんですが、この度オトモポリス誕生2周年を記念して選べるキャラクターに広島東洋カープ、サンフレッチェ広島、ドラゴンフライズのマスコットキャラクターをはじめ、県内各市町のさまざまなゆるキャラが登場しました。お気に入りのキャラクターを選んで、あなたとあなたの大切な人を守るオトモポリスを活用していただけたらなと思います。またこのアプリから県警メールマガジンや各種県警公式 SNS も見ることができますので、ダウンロードしておけばいつでもタイムリーな情報を受け取ることができます。 iPhone の方は Apple Store から、そして Android の方は Google Play から無料でダウンロードできますので、皆さんぜひダウンロードしていただけたらなと思います。詳しくは広島県警察のホームページまたは YouTube の県警公式チャンネルをご覧ください。ということで皆さんありがとうございました。ぜひ二次元バーコードからダウンロードよろしくお願いいたします。さあ、それでは次がいよいよ第一部最後の曲となりました。最後の曲はこの度客演指揮者としてお招きした小川秀樹さんに指揮をお願いしております。